皆さんこんにちは。知の種の認知症予防動画です。今日も一緒に脳に刺激を与えましょう。今回は注意力と判断力を高める効果があると言われている違う漢字探しです。マスの中に漢字が書かれていますが、一つだけ違う漢字が紛れ込んでいます。その漢字はどれなのかを探してみてください。漢字を知らなくてもできる問題ですよ。制限時間は50秒です。全部で5問あります。それでは早速やってみましょう。1問目です。来るという漢字です。違う漢字はどこにあるでしょうか。答え合わせです。ここに未来の未という漢字がありました。来るという漢字は将来や未来など今後の大きな可能性、期待感をもたらしてくれるイメージがありますね。それでは次に行きましょう。2問目です。歳という漢字です。どこに違う漢字があるでしょうか。答え合わせです。ここに別の漢字の歳がありました。見つけることができましたか。どちらも斎藤という日本の名字で見かけますね。ちなみに画数が多い斎藤さんよりも回答に出てきた画数の少ない斎藤さんの方が全国で人数が少ないそうですよ。3問目です。怒るという漢字です。どこに違う漢字があるでしょうか。答え合わせです。ここに恨むという漢字がありました。ひざまずく人の形と心臓の形からこの漢字ができたそうですよ。4問目です。友という漢字です。どこに違う漢字があるでしょうか。
せです。ここに洪水の洪という漢字がありました。友という漢字は人偏がある方の友は主従関係がある場合に使うそうですよ。人偏がない今日という漢字は対等な立場の場合に使うそうです。私も勉強になりました。最終問題です。最後はマスに色がついて難しくなりますよ。沿うという漢字です。どこに違う漢字があるでしょうか。答え合わせです。ここに地という漢字がありました。よく似ている漢字ですね。色がついているので難易度が上がりましたが、時間内に見つけることができましたか？以上で問題は終了です。いかがでしたか？漢字探しのこの動画は地の種のホームページで無料プリントとして配布していますので、そちらもチェックしてくださいね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。